フランチャイズは本来は利益率が高くなきゃできないはずなんですよね。7割経済でビジネスはどうなる、フランチャイズはどうなる。はい、これ7割経済っていうのはこの頃急に出てきましたね。いろんなところで7割経済って言って皆さんあのニュースとかでは話してるんですけど、何が7割なんだかがちょっと実はよく分かってないっていうか、人によって違ってんだよ解釈は。もともとは何かの外出が何割とかいうところからこの言われやすくなってきて、はい、で今の解釈としては客足が7割とか、うん、まあ、売上が7割とか、その中でも7割経済を乗り越えられるかっていけるかみたいな議論があって、要するに客足が7割になっても、まあ、売上が7割になっても その店その業態その会社は存続できるかどうかみたいな、というような話なんです。緊急事態宣言も解かれてここから回復していくかという話なんですけど、 V 字回復しそうにはないじゃないですか、うん、L 字だとは言わないけど、まあ、レの字ぐらいじゃないですかそのレの字のここがどこで止まるかみたいな、でそれがまあ7割ぐらいで止まってどうなるかと、うん、ジョイフルさんが200店舗閉めるみたいな、やっぱりもうああいう、 もう外食ファミレスなんていう業態だったらこの7割経済ではやっていけないわけですよね、外食がこの7割経済を乗り越えていくには完全に業態を全く変えちゃうか、まあ、デリバリーの比率を上げる、それから来たお客さんが帰りに持って帰れるようなものの比率を上げるとか、いろんな施策を打っていかないと7割経済ってのは無理ですよね、外食はね。まあ、同じように構造的に無理な業種も結構あると思います。ただ塾はって考えると武田塾がどうかっていうと、実は7割でも潰れちゃうってことないじゃないですか、利益率が高い商売っていうのはまだやれるんですよね、考えられるんです。固定費が高くてこのデフレの中ギリギリの利益率でやってきたっていう業種はこの7割経済でジエンドになってしまうっていう可能性は高いと思いますよね。新しい生活様式っていうのが出たじゃないですか、はい、あれがどの程度までこう実践されるのか、まあ、それによると思うんですけどね、あれ極端じゃないですか、あの通りになるなんて言ったら、まあ、5割経済とかだと思いますよ。業種によっては3割経済じゃない、でもさすがにあの通りはないでしょ、居酒屋行ったら喋っちゃいけないとかね、あれが真ん中程度なのか8割ぐらい無視されるのかによって変わってくるとは思いますけどね。フランチャイズにとってどうなのかという話ですけど、フランチャイズは本来は利益率が高くなきゃできないはずなんですよね。フランチャイズでやれてる商売っていうのは直営でやっている商売よりも体制は高い気がするんですよ売上は伸びなくなっても利益は維持できるっていうね、ただやっぱり薄利多売的フランチャイズもあることはあるし、あとはあのフランチャイズに期待するのは加盟店加盟校からのねノウハウの改革というかね、これが直営よりは出てくるのではないかと。きちんと本部が加盟店の声を聞けばね、いろんなアイデア出てくるはずなんですよね。集合転載的な仕組みができてればやっぱりフランチャイズの方がもう変わってこの7割経済を乗り越えていけるんじゃないかとは思いますけどね。フランチャイズはね本来は利益率が高いものですが、まあなかなか加盟して苦しまれてる方も多いじゃないですか、うん、そういう方々は大変でしょうね、うん、あそれはそうね、うん、結局はもうこの日本のずっとこのやっぱり20年30年っていうのがデフレでどん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 こう安くなって、それがもう限界がに来たところにこのコロナだから、利益がどんどん少なくなっていったんですよね。ずっと先のことを考えたら人口は減ってくんだから、コロナによって起こった機会をまあなんとか乗り越えるためにはどうしたらいいかということで業態を変革して売上が少なくなっても儲かる仕組みっていうのを作っていくっていう、まあ、そういう時代なんだと思うんですよね。 V 字回復していくっていうことはまあないと思いますから、その中で、どうやってビジネスを維持していくかって、やっぱりそれができたところが一気に残っていくっていう感じじゃないですかね。はい、はい。